そしてまあそれが何が金があろうがなかろうがどうなろうが結果としては自分たちが才能を持ってそれぞれで自分が楽しいと思うことを一生懸命突っ込んでやっていくと人助けになるんです。それぞれに才能あるから、でそっちの方向に行った方が自分に自信があったらいいんでしょって最近も言ったけど、自信がないしどうしよう明日からこんな勤めるとこなくなって明日からどうしようとか思うわけで、それってなんかもう頭奴隷やよね。考えたらいいやん、気分でなんか何でも知恵あんねんし、だからそれは自分が自信があったら自分が一芸引いてるなんか自信があったらそれをやって人々のためになればいいので、要はそのお金ではなくて自分の持っている才能が何かこれなら生きるというものがあったら、ほんならそこに自信があったら不安に思えへんでしょ、うん、ね、さっきの春男児のこと言ったでしょ、春男児の歌で出てくるね、もう知らんかもしれないけど、そこら辺の差し押さえでそこら辺のタンスとかに品物にいっぱい紙貼っても無駄なこっちゃと、春やったらわての口に一枚貼った方がねんちゃうね、春男児は口が真珠やって言って歌を取ってね、もう全然自信あるわけや、もうタンスも何もいらんでた、またもう明日講座行ったらまたもうすぐ儲かるから、もう俺の口に貼られへんやろ言ってるわけ、もう俺の口に貼ったら俺喋られたね、だからもうそうね、だからそういう自分っていうのはそういう天命でいいけど、何かこれがあるんやと、芸術家でもこれがあるんやと、絵描いて売れへんかでも描きまくっとったらええねん、そのうちそれがどっかで必要になってくる、だからそれを伝えるための伝道者として絵を描くとかね、教会があっても絶対にあの中に芸術があるのは全部菩薩業やからね、絵を描く、ステンドグラスを作る、ああいうものができてるのは神様があるからそうなるわけでしょ、そうがなかったらあんなもんできへんから、だから我々もそのこの国の一つの天皇みたいなやつを守ってみたいなことをやるんであれば、みんなでそれの伝道を作っていくとか、みんなでそれを盛り上げていくとか、それは個人のことじゃないから、そしてそのリレーでまたそれを継いでいけばええわけですよね。そういうことがちょっとどっかずれて、自分の個人が人に勝って人より金持ちやったらええという、それをぐっと追求していった結果、ディープステートの一部がなんか全部金握ってもうたと。でもこの金廃止したらええねん、ね、9割の貧乏人の方が強いから、9割の貧乏人の方が酔ったら強いよ、それがやたからすれんけって言うてね、僕は。そうでしょ、税金もできるだけもう、だのもう全然儲かってへんから税金払われませんわ、払えませんだけども、やたからすでは1万円ずつ出しますわほな税金よりすごなんだよこれ、だからそこはね普通に考えたら分かると思う。そういうことができるっていうのは個人個人の意識がしっかりしてたらできんねんけど、同症という恐怖があるね、もうみんなワクチン打たれるわとか言ってんの、打たれへんちゅうので、9割の、その、まあ、みんなその国民とかがね、9割が全部打てへんかったら赤いの法律になって、9割どこの刑務所入れるの、1割のディープステートを入れる刑務所作っといた方がもう早いよ。だからそういうぐらいやっぱり全体というものを押しなべて、やっぱり一番怖いのは全体やと思う、選挙で もう全体で全部変わるすぐ。だから、まあ、そういうようなことをできるちゃんとした見識を持った人たちを作っていくような教育じゃないのかなと思うんです。今まではもう騙せた、でも騙される方もちゃんと知っとかなあかんということをね、僕たちは今言っていってるわけですよね。だからできるだけ皆さん の修行をするということは、自分たち の意識をしっかりとビビッドにするということで、自分たちが要するにちゃんと勘を持った自分に戻すこと、ネズミはね、その火事の前に逃げねえ、人間は焼け死ぬやん、だから眷属がいるとかね、オープン主の眷属はネズミなどは焼かれ火のなんかの時に中はチラチラほらほらとか言って教えてくれる、ネズミが教えてくれるで、穴掘って中に入っとったらその草原がバー燃えても後からゴーって出てきたら生きとったみたいな話でしょ、だネズミが眷属なわけね、あれだから、そういうようなやっぱり一つの動物たちとかこのね、まあ、人間にはできない嗅覚とか勘とかがそういう動物にはあるわけ、だから動物たちとか草木と一緒に暮らして、蜂なんかもものすごく大きな台風が来るときには家の中の方に巣作るんです。だから家の屋根の中になんかこのスズメバチが巣作ったりって、その時はそういうことがあるいうことや、それ駆除すんねんの方に行ってるけどね、でその次の年からもそういうところに作れへんなったりするということは、自然と対応していてどうなってるかいうのがもう分かっていて、山口たちはそういうことは分かってたわけ、重要なことですね、こういうの。そういうことを今回の修行でも皆さんが実践をやって分かった、
と違うかと。で毎回言ってるけど、朝起きたら禊ぎは海に毎回来なあかんかって言ったら、朝起きたら顔を洗ったら左目洗って右目洗って鼻洗う、ね、これは一番最初に禊ぎの狼がやったことで、それで禊ぎ星という3歳を産んだわけやから、それは生活様式にできるでしょ。こうやって洗ったら、こうやって洗ってみよう、こうやって洗ってやったら、ね、あの火つき星を毎日産むわけでしょ。総国民生産で火つき星を産むんで、毎日やで。これが神話なんですよ。ほんでこれはお医者さんからも言うてもらいたいと思って、これって衛生上どうなんですか。いや、とてもいいんじゃないですか。いいでしょ、はい、目と、だいたい雑菌入ってくる目と鼻と、うん、ほんであと歯磨いたいわけやから、と、もうこれを毎日やってるかっていう。だから知ってるいうのとやってるいうのは運命の差やって言ってるわけ。僕毎日やってるからね。そうやって昔の人から教えてもらったの、山伏が。私もやってます。でしょ。もうそれはなんかもうやるようになるわ。あ、洗ったらこうやって折る。もう水道そのままこうやって見上げる。ね、鼻もこうやって洗って。で、そういうようなことがやっぱり日々の神話というか生活伝承の延長線上。神話というのは僕は生活伝承だと思うんですよね。言語のあり方が違う。水葉の目の狼というか H2O というか、で今の科学用の人たちは H2O の方がええやろうけど、その代わり自分もなんか B とか C とかなんで、はい、賞味期限終わり、はい、B 終わりとかなんで、ね、そういう A があるやん。嫌でしょうけど、あんまり長い名前でも、ね、読みにくいけど、授業もなるけど、したけど、あんまり B、はい、B 終わりとか、D 終わりとか言われたら嫌でしょ。ブレードランナーなんかそんなこと言ってないからね。だからこれから AI と暮らしていくようになると、私たちの尊厳とか、私たちはどのようにこれから人間の生活を営んでいけばいいか、で、あの苦しんで働けとか、あのみんなあの働かざる者食うべからずとか言うてた時代ももう終わったね。むしろどのようにあの人生を楽しめるのか、そしてこの世の中が喜びに満ちた世の中になるとみんなが楽しいんです、ね、働くことっていうのが物質がないから物質を生まないといけないと言うてる時代はもちろん昭和史で終わった、ね、クゲってだから仕事ないからね。クゲってだって遊んでるからね、ずっと遊んだらあかんのかってみんな思うでしょ。だって遊べ言うてねえから、神様も別に働けと言ってない。だから衣食住足りたら遊学の次、衣食住遊やからね。でもね、遊ぶで神遊びっていうね。神様は遊びやから、神遊び、神楽もそう、神遊びね、なんたら曲水の縁とか言うて、まあ、暇なんかと思うかもしれへんけど、あのちょっとここから輪っかかいてビューと流していくわけね。でそれ拾ってまたビューと下の空間ビューと流していくわけね。まあその時はそれおもろかったんやね。それはパチンコ行ってるよりいいと思うけど、俺はその金儲け入ってくるからね、パチンコね。で結局負けんねんけど、あれもだ。そう考えたらやっぱり今までのことちょっと思い返してみて、この当時の何やったんかと。で仕事でヘトヘトになって余暇でなんかもう夜くだまいて飲みに行くとか、もうそういうのを見立てなくて、みんなで楽しくね、みんなで縁を開いてというようなことが昔は行われてたわけですよ。縄文時代の集落で魔女たちはこう山の上でブワー引いたいて踊ってんねん、ずっとね。それを普通にね、こう垣間見て見てたとか、怖とか思ってたら言うけど、いや実はやね、実はそれはめちゃくちゃ楽しい祭りやったんじゃないのかということを、一回魔女をね、僕の YouTube に読んで一緒喋ったらええねん。今通訳もおるし、ドイツで。だから本当に魔女はおると思うけどね、もうハリー・ポッター書いたのが普通の主婦やねんから。でだからそう考えると世界の縮図も大体同じなんですよね。追いやられた側とこれからね、どういう時代を作っていくかという、みんながそこをちゃんと理解すると、その追いやられた側は実は全然何も正しかったんじゃないかなということも分かってきますよね。で生活様式をちょっと変えたら、便利と例えば合理性というものを追求していって AI になっていく。で AI があることによって助かることもあるやろうけれども、人間がじゃあ何もいらんようになるわけじゃない。 AI 作ったも人間やからね。だからそういうところに、じゃあ遊びっていうのはどうしたらいいんですかって、遊びを教えるって難しいってみんな言うけど、それは遊んだことないからでしょ。遊びは作り出すもんやから、ね、でも簡単やから、ね、それはで一緒におっておもろないやつと一緒におりたないわけやからだから簡単でしょ、ね、だから遊び作れる人って大体リーダーなんね、昔から。遊びましょうって行くとこは大体おもろないやつに遊びましょうって行けへんねん、子供は。でそこ行ったらなんかいろいろこう遊び作った昔は。今はなんかゲームとかもロールプレイングゲームみたいなやつがあるから、そこの中でやるけども、昔はなんか公園行って遊び作ったから、ね、
そういうことがやっぱり文化なんですよ。でそういうことができなくなっていって、だん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 とカリキュラムの中とかそういうところで生きていくようになってしまったのは、この現代のこれは歪みでしたね。まあ、そういうことがやっていくことによって分かってくるのが、修行というのは苦行じゃなくて自分たちの感性を磨くということがね、しっかりできたら何にも恐れることはないと思いますが、僕はかしゃべってあかんでしょ。はい、あの卵神社で卵神社はどうかって言いたい。今ここにこう来てるのは卵神社です。そうそうそう、でだからそのコウメテのが言いたかったよな、これ。ああ、すごいです。超高長くない君たちは間違いは前座やから。ああ、前座ですか。だから玉子神社のね、言うとのはちょうどたまたま僕らもこの刑事いろんなことがあって今回ここに来るっていうのを導きですよね。誰かが言わなかったそうもならない。僕はもうこれ3回ぐらい来てるけども、あの富士さんも会ってたんで知ってるけども、まああんまりちょっと言いにくいこともあるやろうと、うん、そんな中で実際に高騰はどのようになってきたのか。まあ僕がやってきたのはあのスタノの件ですよね。スタノは悪いやつやなとったわけ、暴れもんで暴れたということ でも日本で一番最初に和歌を読んだのはスタノやからね、うん、アマテラスちゃうからね。神話よう読んだらいいと思うわ。アマテラスはスタノオが丸腰でガーッと上がってたのに、スタノオは威力があるというかビビっとったんか知らんけど、うわーって雷みたいな音して、で上でもう鎧着てあの矢つがいてまとったり、どっちが軍事的でしょ。スタノオ丸腰やねんから。だからそう考えるとよく中読み込んでいくと分かる。そういうことも考えると、この玉鉾っていうのはこの玉玉ですよね。で玉っていうのは三種の神器のことをね、僕はいつも言うんだけど、三種の神器で三種の神器って何なんて言った時にちょっとなかなか分かりにくいでしょ。説明はそれぞれの説明あると思うけど、なかなか分かりにくいと思うんですよね。今日玉串法典を しましたよね、させてもらいましたよね。玉串法典で重要なのは玉串って何なの。これはね、霊的な不思議な話は僕はしないから、僕は生活様式のことを言ってるから誰でも分かるから。玉串って何でチコちゃんに聞かれたら絶対に怒鳴られると思う。ね、玉串、うん、玉串は魂の串なんです。わかる？で魂の串の枝はどっから出てくんねんって言ったら、ヒモロギという神様が寄りしろとする木から、森の木には神様が宿るんです。それが外国に伝わって生命の木になるんです。だから一柱二柱って数えるんです。ヒモロギというのは火のこもる木、ヒムロギっていうのがほんまや。そこから分かれてできた青一草という枝が我々なんです。で遠くに行ったらだんだんどっから出てきたかもう忘れてしまうね。初国白示、そういうこと忘れて、俺はなんで、私はなんでここに生まれてきて、私は誰、私はなんでってならなきゃ、なんか知らんけどどこそこの会社で働かされて毎日毎日ヘロヘロになって、私は何、私は誰ってなってくるわけ。それを汚れちゅう、気が枯れとる、ね、ほなどうしたらいいの。元気という元の木に戻ったらいいの。どうやったら魂の櫛を刺しに行ったらいいわけや、ひもろぎに。その行事が残っているのがひもろぎ、要するにひもろぎに魂の、ね、それ玉串法典なんですよね。玉串を立てまつりまして入れる、今日僕はちょっとやったでしょ。玉串をこういうふうに回して、みんなちょっと間違ったけど、最後こんなやっとったけど、こう反転した状況で、あの葉っぱは自分の方に向いてるわけ。それを胸にこう当てて、ここに意を乗るわけ。自分の意識、自分の思いを乗せるんです、この葉っぱの表側に。でこれもう反転するんです。じゃあ、まあ、教えたらまた、だから今言うてもまた間違えるから反対やから、でこうやってここに僕がやったでしょ、ここに意を乗して、そのこう自分の意をここに乗したわけ。でこれをこっちもう反転回して、左手が上になってこう立てたら、そののした意が向こう向くわけや。ほな神さんが今ここに僕が書いたやつを読むわけや、簡単に言うたら。ほんでこういうことでございます、よろしくお願いしますって言うて、ほんまはひもろぎんとこ行ってこう差しに行くわけや、僕が元へ戻すために。だから本来は立てまつりまして入れば、壺みたいなのを置いてあって立てんねん。で略式ガシャから向こう向いてる、ひもろぎの方に絵を向けて僕が置いたでしょ。だから案がこうなってればこういうふうに、ほんならなんか横やからって言うて、どっちに置こうかっていう人がおるわけ。その場合は略式で、左が上位やから、神様から向かって左やで、だから我々から向かって逆やで、神様から向かってこっちが上位になるから、だから僕たち上位の宮司も以下全部こっちに立ってるでしょ、ね、これは作法なんです。
うん、こういうことを一応知っといたら分かるから。そして僕が一番最初にこの向こうに置いた、そして僕向こうに置いといたらみんな向こう向けておくでしょ、うん、俺がこっちに置いたらみんなこっちを向けておくからね、うん、だからもうほんまにあのちゃんとリーダーちゃんとやったらんと、ね、それ役式でありやけど、どっちが上位ですかってこっちはありやけど、本来はそれは何かってその人柱という神様の氷室木に戻しに行くわけじゃん。ほんならそれは何をしてんのかって、あの携帯電話のチャージや、携帯電話はチャージするけど自分の魂はチャージしてない、それが玉串法典なんです。でこれが分かってやってるかやってへんかだけでもう運命の差ない、分かるでしょ、これ勉強することなんで、やったらいい、分かってたらそれチャージして帰るからね、簡単なこと。そういうことが多々あります。昔からなぜそうされてるのかということね、ヒモロギの原理ね、でヒモロギの伝とか伝えてもう全部伝承やから書かないから、問題はヒモロギの伝、ヒモロギって何、火のこもる木やと、ああいう一草っていうのはそっか出てきた草やと、でそれで木が枯れるから元気に戻りに行くねんと、それが神社のこの参拝行事でしょ。でその時にあの胃を乗すでしょ、葉っぱにね、だから葉っぱに書いたんやって僕が大峰連れた時みんなに言うんだよ、やったでしょ、タラヨウという葉っぱがてこにギャーって書いてたらブヨーッと土が浮き上がってくる、ね、だからこの葉っぱ青一草にこうやって胃を乗せるでしょ、ここに書いてるわけで、これ見せるわけでしょ、だから未だにハガキ言うね、神やな、あれはな、ハガキの語源はそこから来てるわけ。もう次に俺がまた同じこと言うた時はあーって言わんよそんな知ってる知ってるっていう、だからみんなが当たり前に知ってるようになってくるとこれグレード上がるわけです